鈴木敏博は、日本の実業家、学位は修士、鈴木株式会社代表取締役社長、公益財団法人鈴木教育文化財団理事長。日本伝送株式会社での勤務を経て、鈴木株式会社副社長、鈴木株式会社最高執行責任者、鈴木株式会社最高経営責任者などを、歴任した。1五十九年三月一日、 静岡県浜松市にて、鈴木治の長男として生まれる。最終学歴は、東京理科大学大学院理工学研究科修士、家庭修了。2017年9月12日、フランクフルトモーターショーにて1983年4月、トヨタグループに属する日本伝送に入社した。当時の同僚に、小説家の東野圭吾らがいた。 1994年1月、鈴木に入社した。以降は主に生産、商品企画、経営企画、国外営業などといった分野を手掛けた。2003年4月、鈴木の商品企画統括部の部長に就任した。同年6月、鈴木の取締役の一人として名を連ねた。2006年6月には、鈴木の専務役員に就任した。また、 2011年4月からは、鈴木の経営企画委員を務めるとともに、経営企画室の室長を兼務した。同年6月、鈴木の代表権を持つ取締役の一人となり、同時に副社長に承認した。2013年10月には、鈴木の社長補佐に就任するとともに、海外営業を担当することとなった。2015年6月、父である、 鈴木治の公認として、鈴木の社長に就任するとともに、新設された役職である最高執行責任者も兼務することとなった。2016年6月からは、社長と最高執行責任者に加えて、最高経営責任者も同時に兼務することになった。2018年6月、最高経営責任者や、最高執行責任者といった役職が廃止されることになり、 両役職を離れたが、以降も引き続き社長を務めている。2016年、大型児童二輪免許を取得。2017年には、浜松市主催のバイクイベントに参加した。2017年9月12日、フランクフルトモーターショーにて、鈴木家は、鈴木の創業家として知られており、多くの実業家を輩出している。鈴木敏博の曽祖父である、鈴木道夫は、 鈴木式食器製作所を創業し、後に鈴木式食器を経て鈴木自動車工業を設立した実業家である。年広の祖父の鈴木俊三は、道夫の長女と結婚して鈴木家の婿養子となり、鈴木自動車工業の第二大社長を務めた。年広の父である鈴木治は俊三の長女と結婚して鈴木家の婿養子となり、鈴木自動車工業及び、 鈴木の社長を務めた。また、むの長女と結婚した、小野博隆は、通称産業省から鈴木に転じたものの溶接した。また、春蔵の実家である木村家は、芋物業を営んでおり、技術者や学者を多く輩出している。生物学者の木村元を、及び、科学者の木村克美は、いずれも、春蔵の老いにあたるため、年広から見ると、重八夫となる。 その他、鈴木自動車工業の第三代社長を務めた鈴木実次郎は、道夫の三女と結婚しているため、年弘の大婆の夫にあたるなど、著名な経類炎者が多数存在するため、下記の一覧では、年弘の親族に該当するもののみ記載した。2017年9月12日、フランクフルトモーターショーにて2017年9月12日、フランクフルトモーターショーにて、 ありがとうございます。